ちょっと、B 子、寝てたらダメじゃない？そうそう、何あんた寝てんのよ。本当にまとまりがないクラスやな。ねえ、すごい頑張ってるのに。突然ですが問題です。このイケメンと付き合ってるのは次の典型的な教室女子のうち誰でしょう？ A 子、クラスの中心人物。クラスは彼女が支配していると言っても過言ではない。すなわち、イケメンと付き合うのも当然か。 B 子、A 子の手下的な存在。しかし A 子のポジションを虎視眈々と狙っている。このイケメンと付き合うことで下克上を狙っているのかもしれない。 C 子、クラスで目立たないおとなしい存在。一番何を考えているかわからないが意外と肉食系な一面もある。メガネの奥に隠されたその瞳に映るものは何か。先生、保健室の先生。若くて綺麗な大人の女性は男子の憧れの的とならざるを得ない。しかも保健室というちょっぴりエロスな空間がよりその魅力を際立たせている。